ゆりこ対談です。皆さんこんにちは。今日は見てる通り草薙素子さんのボスティンデシェルのコスプレしてます。で、今日はねスペシャルゲストに来てもらいました、ハッセンさんです。はい、どうもハッセンです。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ハッセンさんというとアニメのスペシャリストですかね。もうスペシャリスト考察いろいろとやっております。おお、かわいいお兄さんはね、なんか中二病アニメ何でも知ってるってよくワードを聞いてたんですけど。あ、もう私も中二病アニメか、もう 何も全てのアニメを私愛しておりますので、もう何でも聞いていただければなと思います。わります、わあ最高で、ハッセンさんのチャンネルの方に実は一緒に動画も、やりまして、よかったらこちらの方にありますのでチェックしてみてください。で、今日はね、そう、私うちのチャンネルだとちょっと話が変わるなんですけど、はい、アニメが愛してるって言ったんじゃないですか。愛してます。外国はどうと思いますか。外国人の気持ちが、同じ気持ちが、それを知るためにここに来たと言っても過言ではない。はい、じゃあ早速なんですけど、ちょっと僕からちょっと質問の方してもいいですか。はい、どうぞ。あのイタリアは例えば日本だったら国民的なアニメとかアンパンマンとかがあって、うん、でそこからさらに攻殻機動隊があったりとかいろいろ分かれてるんですけども、イタリアにもこうアニメがあって、でもなおかつ国民的アニメみたいなものもあるんですか。一応国民、例えばイタリアで作ってたイタリアのアニメーションというものはちょっとあるのかないのかっていうところがちょっとない気がしてたんですね。ない気がして、アニメになるかどうかはちょっと違うんだけど、例えば魔女っ子が一つがあって、ウィンクスというんですけど、ウィンクスとウィッチュで結構この作品が似てて、でもアニメーションのスタジオはイタリアかフランスだった気がするんですよ。イタリアは漫画というかコミックスの文化あるんですよ。なるほどなるほど。でもアニメを作る会社はあんまり聞いたことないんですよ。じゃあイタリア人の方から見ると、じゃあ日本のアニメってどんな感じなんですか。昔はやっぱりアニメは完全に子供向けと思われたんだけど、やっぱりそのゴスティン・デ・シェールとかスペリメンタル・レインとかイヌヤッシャとか大好きな作品はね、全部 MT ナイトのチャンネルの方に、うん、あの夜中に放送されたんですよ。毎火曜日。はい、でそれで私もそれのきっかけでアニメすっごく大好きになったんですよ。そう、でもそれがやっぱりちゃんと理解してくれて、カットなしで名前もそのままで放送されたんですよ。ただ前のワンピース、魔女っ子系とか、ドラゴンボールとか、そういうセラムーンとかは全部カットと名前違い、オープニング違い、リングは違いで、朝とかその午後、子供が見るのための放送してたんですよ。イタリア人の方はじゃあ例えばそういったものに対して結構分かれますか。みんなそれ、みんなあれはいいよね、好きだよ俺っていう人ばっかですか、それとも意外と分かれるんですかね。いや俺は別に日本のアニメっていうかそういうのは、分かれるんですか、うん、分かれてると思います。 あとはやっぱりその昔はそうだったんだけど、今インターネットの時代のおかげでやっぱり、はい、本当アニメ大好きな方が多くなったり、あとアニメ見るのはなんか自然になってきたんですね、うん、アニメ好きですか、僕もたまに見ますよってなんだけど、やっぱり私はちっちゃい時に子供ゴスティン・デ・シェルが好き、お前なんだよ頭悪いなってなんか言われたりとか多かったんですね。なるほど。じゃあ、うん、確かに日本とイタリアだとやっぱ最初にねアニメに触れる機会っていうのがそもそもないから、いろいろ分かれてしまうのかもしれないですね。そうですね。で私は本当びっくりしたのは、このオタク文化はなんかイタリアと日本の違って、うん、イタリア人は本当アニメ好きだね終わり、アニメ好きだね終わり、応援するは考えてないし、ちゃんとグッズ買ったりとか DVD を買ったりとか考えない人がすごく多いと思うんですよ。あ、面白いですね。ただ見て終わりが本当多い、本当それはベージック。だからそのティネージャーの方は特にお金があんまりなくて、ちょっとなんて言うんだり、もう勝手にプリントしたり売ったり、うん、
買ったりとかするんですよね、外国は。だから日本が例えばアニメのキャラクターと結婚までもできる、すごい、すごい、それは本当は日本しかないんですよ。日本しかない、日本しかないんですよ。日本しかない、日本しかないんです。じゃあ海外の方は本当に日本のアニメをめちゃくちゃ愛していただいているということですね。そうですね、別れてるんだけど、それがやっぱり分かってくれる人が多分日本人と一緒だと思います。私だったらやっぱりそっち系ですよね、うん、逆に私は質問したいんですけど、はい、はい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 、ハッセンさんなら外国人におすすめアニメとかありますか？そうですね、まあ例えば今一つの作品を挙げたとしても、やっぱり見ている方は見ていると思いますし、まあおすすめアニメって言っても海外の方だったら、じゃあドラゴンボールが好きだとか、ワンピースは絶対見てるっていう方が多いと思うんですよね。だからその中でじゃあおすすめのアニメ何かって言われると、ちょっとジャンルになってくるんですけど、あ、そうですね、ラブコメのアニメをぜひ見ていただきたいなってのありますね。なんでラブコメですか？多分先ほどの話を聞いたんですけども、海外の方はアニメは見て、まあ、楽しむものであって、まあ、グッズとかそういうので楽しめたらと、またそれは別の話みたいなことをおっしゃっていたのでぜひラブコメを見ていただいて、そのアニメの中の恋愛感情というものがどう動いていくのかとか、アニメの中で好きがあって告白するのか告白しないのかみたいな、そういうキュンキュンする気持ちっていうのを海外の人にちょっと味わっていただきたいなっていうのはあるので、まあ、海外の方で好きなので言うと、例えばドラゴンボールもキャラクター同士での恋愛っていうのは一応あるっちゃあるんですけども、それが主体ではないんですよね。あくまでもオリオリオリアってやった後に、おちょっと好きかもみたいなおまけでくるので、まあ、ラブ本当にこう恋愛アニメ、恋愛アニメをぜひ見ていただきたいですね。恋愛アニメだったらじゃあ何が、あ、ちょっとラノベにしようかな、少女漫画にしようかな、これ迷うな、少女漫画ラノベどっちにしよう、うん、絶対見てほしい、トラドラだ、知ってる、トラドラ、うん、あ、タイガー、そう、タイガー、そこから、タイガー、そこから撮りました、そうです、トラドラすごい大好きで、愛坂タイガーに似てるって言われたから、性格はね、性格はね、性格は、性格はね、性格はね、そう、それでタイガー、タイガー、そう、トラドラ、そう、あ、でも分かる、トラドラはね、でもイタリアにもすごく人気があったんですよ。人気あるんですよ、やっぱり。なるほど、やっぱそうですよね、ですからね、確かに。それで言うと私もすごく好きだし、なんか無理的な話わけではないから、逆に結構キュンされるアニメだと思うんですね。うん、キャラクターデザインもいいよね、完全に素晴らしい。ほう、え、じゃあ結構好きな作品ですかね、トラドラですか、うん、トラドラもう今から語れと言われましたらもう何分でも語って何分でも語れるんですけど、はい、まあ今回は、はい、トラドラをおすすめします。あー、え、でも素晴らしい、ぜひ若い人ほどにもね、トラドラを本当見てほしいんですよ。あ、いいです。外国人の皆さんもぜひよかったらドラドラも見てください。で、この格好にちょっと話戻りたいんですけど、これ、はいはいはい、これは分かりますかね、見たことありますか、草薙素子さんじゃないですか、そう、はい、のゴッシンデシェル、はい、S-A-H-C、 私はずっとサックで読んじゃったんです、あ、それでも S-H-2045、 はいです、いましたか、もちろん、おー、どうと思いますか、今回は 3DCG アニメーションということでしたので、まあ、小牧動隊にとってはまた新しい取り組みっていうのも、小牧動隊ってシリーズがいくつも分かれているんですけども、そうです、日本人はそのシリーズ側との分かれているので、それぞれの作品にコアなファンっていうのがやっぱりつくんですよ、ね、あ、そうですね、そうですね、っていう中での今回、やっぱりみんな間違っちゃうんですよ2045 はい、ということもありましてですね、で今年からですね、また攻殻機動隊、2045 SAC の作品も2シーズン目も制作されているということで、まあ、これからどん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 さらに今回の 3DCG アニメーションの攻殻機動隊というものが、まあ、普及されていって注目も浴びると思うので、うん、いや、これから本当楽しみだなって思いますよね。そうですね、外国にもすごく人気になった理由は一つがあって、はい、それが分かりますか、何があるんですか、ゴースティンデシェール、はい、is a
ASH2045 はカラーデザイン担当されてるのは外国人ですよ。イリアさんというの、イラストレーターなんですけど、外国のにもすごく有名で、であのメイン、なんかメインキャラデザイン外国人でやってるのは初めて聞いたんですよ。確かに日本では全然聞かないですね。外国人の方が今回アニメの一つのメインキャラデザインをやられるっていうのは確かに珍しいケースで。そうですね、そう。でもやっぱりそういう、まあ、外国にもね、やっぱりアニメーターになりたいとかキャラデザインになりたいの人がすごく多いんですけど、日本人じゃないといけないみたいな感じのね、あの感じもするから、イリアさんがこれができたっていうことはみんな多分それで盛り上がってたと思うんですよ。これ本当にすごいことですからね。本当すごいんですよ。歴史的瞬間ですから。で実は7年前イリアさんと会ったことあるんですよ。会ったとこっていうか、まあ、行動、お互いを昔から行動してます。会ったことがある。そう、あのね、コミケで彼のアートブックを出してて、それに買いに行ったんですよ。だから世界、その時にじゃあお会いして、それがもう今どんどん頑張って、そうだから機動隊のデザインになってって思ってよ。すごい、自分もわーってワクワクしましたんですね。嬉しいんですね。はい、今日はいろいろ話してくれてありがとうございます。ありがとうございました。ちょっと勉強になりましたね。いやー、こちらも素晴らしい機会をいただいて、本当ありがとうございます。ありがとうございます。ハッセさんの動画にも私は出てますので、よかったらこちらの方にチェックしてみてください。お願いします。お願いします。で、私はこの格好でもう一本の動画を撮りたくて、今回はねチャレンジをしたいと思います。何のチャレンジを？イリアさんの3枚のイラストは、あの本物のコスプレでリアルな感じで撮影してみたいと思います。おお、再現されるということで楽しみだ。できるかどうかちょっとわからないけど頑張ります。この3枚のラストはね、あの永遠に残すプロジェクトがありまして、アンティークのプロジェクトなんですけど、それすごく素晴らしいなので、それはぜひこちらの方にチェックしてみてください。はい、ということで今日もありがとうございました。ぜひよかったら皆さん他の動画もチェックしてみてください。お願いします。チャオ。バイバイ。